ストポストしよう。この枠もよろしくお願いします。よいしょ。よいしょ。復活。7時お知らせします。7時。で寝っ転がっ寝たままできるかなって思ったけどね、画角的に無理だった。画角的に難しかったです。おはようございます。7時18分お知らせします。ありがとう。星のアカウントよろしくお願いします。よろしくお願いします。この枠も10分です。諦めないだどんな時も。リカさんありがとう。ろうそくさんありがとう。レインボースターいっぱいありがとうございます。のりさんもありがとう。ろうそくさんたくさんありがとうございます。だんだんちょっとそうね、目覚めつつあるよね。だってもうさ、起きてからどんぐらい経ったんだろう。もう7時。なんか今日さ、日が昇る時の空の色がすっごいオレンジで夕焼けみたいだった。広島だけかな。みんなのところどうだった？朝焼け？朝焼けだった。朝焼け？そうだからびっくりした。私確かにペンライトカラーだった。え、朝焼けってどういう時になるの？あ、雨が降る時なんだ。朝焼けは天気が悪くなる予兆なんだ。へえ。暗示してるんだ。はっ、櫛が落ちちゃった。あれか、じゃあ私のペンライトカラーに合わせて応援してくれてたってことか、空が。そういうこと？なるほどね。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ポジティブすぎる人。ありがとうございます。ちょっと空にお礼言った。お、おうって。逆にみんながついてこれてない。みんながついてこれてないよ、私のポジティブに。立場が逆転しとる。いつもさ、だいたい私がネガティブでみんなが大丈夫だよ、きっとうまくいくよ、自分を信じてって応援してくれるんだけど逆にみんながああ、そうだねって
え、カウント中ってありがとうね。そうだよね、こう星投げカウントありがとうございます。ぜひぜひ応援してくださると嬉しいです。あ、陣内さんいいね、ありがとう、ありがとう。ポジティブというかランナーズハイって、でもねちょっとそれはねあると思う。今ちょっとなんかあれかもしれん、一周回ってハイになってしまっているような感じはあるかもしれんなと思うね。逆に元気になっちゃう。そう、そうだね。そう、見物ですね。普段ロングスリーパーの私が8月、よいしょ、2、3、4時間睡眠の続けたらどうなるのか。つのまよさん、くまありがとうございます。ありがくまです、ありがとう。くまありがとうございます。また一緒に笑い合おうね。やばい、また串落としちゃった。大丈夫そう、さやかさん大丈夫そうかな。あと3分か。YouTube の企画みたい。確かに YouTube の企画ちょっとありそう。実はこの1ヶ月間とある検証をしておりまして、そう、動画外で皆さんには内密にとある検証をしておりました。10分だからね、気づいたらあと2分だね。あっという間。壇上読ませていただこうと思います。トゥダダン13位から陣来さん、吉彦さん、山井さん、のりさん、もやし生活さん、カムカムさん、お疲れさん、チプタさん、ヒューガヒョンさん、あやじいさん、カズさん、ろうそくさん、ツナマヨさんです。ありがとうございました。ありがとう、この枠もありがとうございます。お疲れんです。次は、あら、次は8時19分からよろしくお願いします。あと1分、よろしくお願いします。頑張っていきましょう。いやー、あ、そうだね、次ぐらいになんか食べようかな、朝ごはん。それじゃあ、お疲れん。またね。